ズロン。AMD ズロン、デュロンは AMD の32ビットマイクロプロセッサである、インテルの X86 と機械語レベルでの互換性を持つ。ズロンは同社のアスロンに対しての廉価版で、低価格帯パーソナルコンピュータへの採用目的に、インテル社のセレロンの対抗製品という位置づけで発売された。ズロンは、 アスロンよりも性能が抑えられた CPU であるものの、商品価格の設定は競合するセレロンより、費用対効果が優れたものになるようにされており、アスロン相当程度の性能を必要としない、主に企みじむ向け及び一部の個人向けの各、低価格系 PC に採用され、費用対効果を重視する一般消費者にも支持された。 アスロンとの差別化を図る製造減価を抑えるために L2 キャッシュ容量を6 4イトに削減されている。6 4イトは L1 キャッシュの1 2 8キロバイトの半分量で通常のキャッシュ構成では L2 キャッシュの内容がすべて L キャッシュに収まってしまうために L2 キャッシュが意味をなさない。そこでエクスクルーシブキャッシュ機能によって L1 と L2 キャッシュ内容が重複しないようになっており、実質容量 L1 と L2 を総和した 192KB 相当の大きなものとなっている。その一方で命令セットはアスロンと同じく拡張を命令セットエンハンスドサンナオと 3D ナオプロフェッショナルも完全に対応しおり、アスロンで使えるソフトウェアは性能はともかくすべて利用できる。のハードウェアインターフェースは サンダーバードコア以降のアスロン、アスロン XP と同じ底田で、アスロン用のソケット A を実装したマザーボードに装着することができる。そのためズロン専用マザーボードは存在しない。高度な性能を除き、アスロンに引けを取ることがなく、極端に高い演算性能を求めるような特殊用途を除いて満足できる性能を持っていた。2000年6月、 サンダーバードコアのアスロンをベースとしたスピットファイアコアを採用した第一世代のズロンが発表される。その名前は同名の戦闘機に由来する。対応する FSB クロックは 200MHz、プロセスルールは0.18マイクロメートル。スピットファイアにより性能を高める改良を加えた製品として開発されていた。 しかし自動車メーカーから商標権の侵害のクレームにより、モーガンに解消され計画は続行された。a m d はドイツのドレスデン州に新工場を竣工したが、地域環状に配慮しそれまでのスピットファイアなどの第二次世界大戦の連合国軍側の戦闘機の名称を使うのをやめ、自動車の名称を使用することにしたものである。2001年8月。 モーガンコアを採用した第2世代のズロンが発表される。パラミのコアのアスロンを基本設計として、L にキャッシュそのものを削減した製品である。しかし、初期の製品はアスロン4のパラミのコアを流用し、L にキャッシュを採掘して減らしてあるとズロンブランドの発表会で述べている。この世代から 3D Now プロフェッショナルに対応している。名前の由来は自動車ではなく馬の品種である。 しばしば戦闘機及び自動車の名前の由来となった馬の品種を用いることで商標権の問題を避けやすくなる。FSB クロックは 200MHz、プロセスルールはスピットファイアと同じく0.18マイクロメートル。パラミノのプロセスルールを0.13マイクロメートル化したサラブレッドコアのアスロンをベースとした第三世代のズロンの発売がアナウンスされた。 しかし2002年1月以来モーガンコアの新製品も発売されず、AMD の CPU ロードマップでは、ズロンブランド自体がフェードアウトと記述されてしまっていた。ズロンの上位 CPU であるアスロン XP 自身がローエンドまでカバーしてしまっている当時の市場状況からズロンに入り込む余地が市場にはなく計画中止になった。このアップルスサモウマの品種に由来する 2003年8月頃、再びアップルブレッドコアの発売がアナウンスされ、再び新製品の発表が行われた。アップルブレッドは、アップルスサと違いズロン専用のではないものの、性能機能ともに、アップルスサと使用的に同等のものである。販売不振の不良在庫となっていた、サラブレッドコアのアスロン XP の在庫整理として、L にキャッシュの一部を動作しないようアップルスサ相当に、 加工し、発展途上国向けに特別価格で出荷された製品である。そのために、日本国内では、大手メーカー製の PC は採用されず、部品として、並行輸入品が、わずかに出回るに止まった。アップルブレッドの名称は、バートンからサラブレッド相当を製造したソートンの、例からアップルスサと、サラブレッドからの造語と考えられている。一部では、アップルブレッドをもじって、 アップルブレッドの和訳である、リンゴパンの愛称で呼ばれた。FSB クロックは 266MHz、プロセスルールは0.13マイクロメートル。また、L にキャッシュの一部を動作しないようアップルさ相当に、加工という蘇生を利用し、CPU 上の切断されている部分を、鉛筆やコンダクタペンを用いて通電させ、ズロンより高額で、高性能のアスロン XP、サラブレッドとして、 認識、動作させる加工が流行した。アスロン XP、サラブレッド、特に 1.46GHz は日本では、いちご皿と呼ばれて愛好されたため、いちご皿が入手できなかった場合に、ズロンを鉛筆加工して代用とする場合があった。後期の倍率固定の出荷品には、この加工が無効なものがあった。ノート PC 用向けとして、モバイルアスロン4や、 モバイルアスロン XP と同様に、電源管理技術のパワーナウを採用し、低電圧化、低消費電力化を実現した、ズロン、スピットファイアコアとモーガンコアの製品が出荷された。後継ブランドとして、センプランが発売されたことで、ズロンブランドは幕を閉じた。アスロン XP とも違うセレロンに、見劣りのないモデルナンバーを新たに採用するために、 連続性を断ち切ることが目的だったと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。